珍しい組み合わせですね。え？そう？天沢さんが大江さん以外と二人きりってあんま見ない気がします。ああ、まあ確かにこいつと二人きりで飯行ったのって初めてかもな。え？なに？こうちゃんもしかして焼いてる？どんな思考回路してるんですか？そんなわけないでしょ。安心しろって。今日のはただ天沢が仕事で頑張ったご褒美だから。記事の検索機能に調整入れるって話してただろ。そこの仕様調整担当したんだよ。ああ、あれやったの天沢さんだったんですか。江坂先輩も助かったって喜んでたしな。ほんとお手柄だよ。他の業務もある中でよく対応できましたね。俺も仕様書見ましたけど、いい感じだと思いました。あ、機能実装の告知打つんで、もし進行に問題発生したら言ってください。先日、エスクで女性にわいせつ行為を働いた容疑者は、現在も逃亡しており。どうかしたの？いつもより元気なくない？そういうのやめて。僕、嘘つかれるの嫌いなんだよね。このところメールに誤字は多いし、声はジメジメしてるし、何もないわけないでしょ。で、一体どうしたの？ん、わかった。じゃあ、後でね。
お疲れ様です。は？天気？確かに今日は少し暑かったですね。帰るよ。誰？敬語。君の方が年上だし、そんなかしこまった喋り方じゃなくていいよ。そもそも僕、ずっと君にタメ口だしね。危機感なさすぎ。あいつがストーカーの可能性だってあるんだよ。そんなの本人に聞いたわけじゃないのに、何とも思ってないとかわかるわけ？あっそう。いい？まだ油断しちゃダメだよ。今日は僕がいたから引き返しただけかもしれないし、絶対気を抜かないで。ね、しばらくは一緒に帰ろう。僕は仕事もずっと在宅で、時間の自由が利くし。じゃあそういうことで。お茶？別にいい。
今のは何でもない。食べる。ねえ、前から思ってたんだけどさ、よくこんなヒールある靴で歩けるよね。いつもこういうの履いてるの？転ばないように気をつけて。自陣だ。うちに泊まった時はそんな気にしてなかったけど、君って身長このくらいなんだ。あ、もうこれ以上育っちゃダメだよ。これ以上大きくなられたら、ヒールある靴履かれた時に身長越されちゃう。コーヒーか紅茶？ああ、どっちでもいいけど、ミルクと砂糖をたくさん入れて。うん、ありがとう。コバセって誰だっけ？八方美人。僕には君しかいないのに。何の電話？ふーん、仕事ね。そういえばさ、こないだの仕様修正、他の人にも褒めてもらったんだね。よかったじゃん。ねえ、その早乙女さんとかってどんな感じの人なの？ん？別に興味はないけど、なんとなく気になるだけ。その早乙女って人、君に気があるんじゃないの？なんか話を聞いてたらそんな感じがしただけ。だって二人っきりでご飯に行ったりしたんでしょ？そう。そんな必要ないよ。
基本仕事以外で人と関わるのが嫌だから、極力誰にも会わないようにしてたのに。別に、話振ったのは僕の方だし。つまんない理由だよ。前にも少し話したと思うけど、小さい頃はすごく体が弱くてね、小学校に上がるくらいまでずっと入退院を繰り返してたんだ。そのせいで友達がいないどころか、ろくに同年代の子と話したこともなかった。そんな子供が小学校に通うようになったところで、学校という組織に簡単に馴染めるはずないよね。人とのコミュニケーションの取り方がわからない上に、気も小さかったから、毎日おどおどしてた。だいぶマシにはなってたけど、学校を休んだり体育を見学したりすることも結構あって。しかも僕の実家は、それなりに大きな会社を経営しててさ、いつの間にかそのことが学校に広まって、金持ちだから贔屓されてるとか言われるようになっちゃったんだよね。それからはいじめまがいのことも結構されてた。上履きを隠されたり、通りすがりにわざとぶつかられたり、移動教室の場所の変更で僕だけ違うところを伝えられてたり、嘘をつかれる系のが特に嫌だったな。しかもそれと同じくらいの時期に兄の存在も意識するようになった。兄はね、とにかく優秀だったよ。体が丈夫で、勉強も運動もできて、周りからの人望も厚い。そんな兄に素直に憧れる反面、自分がひどく惨めに思えて、彼のことがすごく妬ましかった。両親の僕たちに対する態度も違ってたと思う。ただただ甘やかされていた僕と違って、期待されている兄はたくさん叱られて、でもたくさん褒められてた。ただでさえ低い自己評価はさらに下がって、つい兄に冷たく接してしまうこともあったよ。そんな自分が嫌いで、でも自分にこんな思いをさせる周りの人たちのことも嫌いだった。そこからはもう、どんどん卑屈になっていったね。いじめのこともあって、友達なんて一人もできなかったし、中学と高校に至っては、毎日保健室登校だったよ。部活もやってなかったし、暇さえあればゲームばっかしてたな。それがきっかけで、プログラミングの仕事に興味を持って、勉強を始めたんだ。で、高校に通いながら、フリーのエンジニアとして仕事を始めて、今に至るって感じかな。プログラムは人と違って嘘をつかないし、僕が思った通りに動いてくれるから好き。僕は友達いなかったから、そういうのはやったことない。どうして君が泣くの？悔しい？何が？君は優しいね。
すぐったい？なら、さっさと泣き止んで。僕が泣かしたみたいでなんか嫌だ。ま、もう一回されたいって言うなら、話は別だけど。基本的に人と関わりたくない気持ちは変わらないけど、君は別、見バレした時は面倒なことになったと思ったけど、君と一緒に過ごすのは、その、なんというか、嫌いじゃない。多分、むしろ好き、だと思う。ありがとう。いい時間だし、そろそろ帰るよ。ん？何これ？ここ、もしかして誰かと行くつもり？人が多いからあんま好きじゃない。そもそもテーマパークって行ったことないかも。僕と一緒に行きたいの？絶叫系乗らないなら行ってもいいよ。約束ね。指切り玄満、嘘ついたら針千本のます、指切った。はいはい、楽しみなのは分かったからね。君ってもしかして遠足の前の日とか寝れないタイプ？あ、顔赤くなった。図星だ。明日も会社に迎えに行くから、一人で帰っちゃダメだよ。またね、あかりちゃん。にやけちゃって、思い出し笑い。まあいいわ。明日だけど13時に駅前集合で大丈夫？ちょっと、まさか忘れてた？明日はお世話になった佐々木さんの送別会じゃない。あかりちゃんは私と一緒に
お花と記念品の受け取りもあるんだからね。それじゃあ、よろしく。会社勤めって大変だな。送別会って別に仕事とは関係ないんだよね。仕事の時間外なわけだし、給料が出るわけじゃない。でもあかりちゃんはきっと純粋にお世話になった人をきちんと見送りたいっていう真摯な気持ちで出席してるんだろうな。酒の席にかこつけて絡んでくるやつとかいそうだな。まだ明るいけど気晴らしに散歩でも行こう。あっつ。でもせっかく出てきたし、アイスでも買って帰ろうかな。あれ？送別会って、この近くでやるのかな？なんで路地裏？こんなところに送別会をやるような店なんて。ロク君。嘘つき。お疲れ様です。ご一緒だったんですね。ええ、ちょうど店の前で会ったんですよ。そうでしたか。外は暑かったでしょう。お二人ともお水をどうぞ。ありがとうございます。いただきます。ごめんね、一人でお花と記念品の受け取り任せちゃって。大丈夫だった？そう、ならよかった。吉岡さんもお越しいただいてありがとうございます。こちらこそお招きいただきありがとうございます。
短い間でしたが、佐々木さんには大変お世話になりましたし、ぜひご挨拶しておきたかったので、お手伝いできることがあればと思い、少し早く来させていただきました。何でも言ってくださいね。お疲れ様です。お疲れ様です。準備は順調か？ちょうどいいところに。早速皆さんはテーブルのセッティングをお願いしますね。どうかした？ねえ、そんなことより今日本当は何してたの？だから本当はどこで何してたの？嘘。君だけは僕に嘘ついたりしないって信じてたのに。捕まえた。急に走り出さないでよ。しかも思ったより早いから焦った。スマホ落としてくれたおかげで追いつけたけど、画面大丈夫？割れてない？ああ。まあ確かに、ここ最近君の後ろをついて歩いてたのは事実だけど、でもそれが何？僕なら別に何の問題もないでしょ？僕はただ、あかりちゃんが変な男にたぶらかされてないか、見張ってただけ。ストーカーなんていなかったんだよ。よかったね。どうかしたの？いつもより元気なくない？危機感なさすぎ。あいつがストーカーの可能性だってあるんだよ。そんなことよりさ、僕に嘘ついたよね。今日本当はどこで何してたの？まだ嘘つくんだ。路地裏にあるバーにロク君と一緒に入っていくのを見たよね。あれは何？
どういうこと？ちゃんと説明して。とぼけないで。全部知ってるくせに。なんで？どうして？あかりちゃんは他の奴らとは違うって信じてたのに。ねえ、嘘つかないって僕と約束したよね。何？覚えてないの？指切りだってしたのに。指切り玄満、嘘ついたら針千本のます、指切った。そんなへりくつ言うんだ。ねえ、昔僕が傷ついてた時にそばにいられなくて悔しいって言ってたよね。僕今君のせいですごく傷ついてるよ。責任取って慰めて。ダメ、許さない。痛い、かわいそう。ああ、どっちの血かわかんなくなっちゃったね。天沢さん、おはようございます。何台かのパソコンがウイルスに感染したらしいです。何度も再起動を繰り返していて、まともに操作できないみたいで。面倒なことになった。複数のパソコンに影響が出ているということは、ネット経由で誤って感染した可能性は低いだろう。何者かが意図的にうちのパソコンを狙ってウイルスを送り込んだのかもしれない。一応社内でも調べてはいるが、正直心もとないのも確かだ。おい天沢、お前からヨフィーさんに連絡してみてくれるか。
ああ、頼んだ。彼の扱いはお前が一番心得てるだろうからな。まあいいや。あくまで嘘を認めるつもりはないみたいだったし、押し問答を続けても無意味だ。あかりちゃんがダメなら、ロク君の方から探ればいい。血の味。キスした時のあかりちゃん、可愛かったな。大した力もないくせに、食べられる直前の小動物みたいに必死に抵抗してて、それに怯えて震えてた。目にいっぱい涙をためて、あんな表情初めて見た。きっと僕以外は知らない顔。今頃きっと、あかりちゃんの頭の中は僕のことでいっぱいだ。かわいそう。僕なんかに執着されて。でも、諦める気なんてさらさらないけど。